いよいよ1年間かけて作ったニショロボくんが明日公開されるということで、本当におめでとうございます。もしかしたらまだ実感が湧かないかもしれないですが、本当に本当にすごいことなんです。今まで世の中になかったものをみんなで情報で集めてアプリケーションを作った。それも6年生だけじゃなくて低学年の子たちも巻き込んで一つのアプリケーションを開発したってなかなか世の中でもないことなので、今日はぜひですね、皆さんにこの1年間振り返って一緒に開発してきた松田先生や吉田さんも今日はゲストとしてお迎えしておりますので、お話をしながらこの1年間の感想を聞きたいなと思っています。みんなでいろんな情報を集めて、それがどう進化していくのかっていうのが楽しみだった。1年生のタブレット操作がちゃんとできるか不安だった。1年生だからちょっと責任感があって、ちょっと1年生とか間違えた方向に何かしたら面白いっていう感じでした。6年生たちのリーダーシップとかその責任感がすごいですよね、松田先生、吉田さん。そうですね、なんか実際僕も一回みんなに入力してるところを覗いたんですけど、やっぱり高学年の子たちがしっかりこうちっちゃい子たちをリードしてやってくれてたので、非常にたくましいなというふうに思いましたね。いや、しっかりとこの教えようっていう気持ちで最初から望んでくれてたっていうのがすごいありがたいですね。いや、もう立派です。めっちゃ立派だと思います。ちなみにみんなってタブレットはこうギガスクールの端末をもらう前は使ったことあったのかな。あったことある人教えてください。そうだよね、みんなあんまり触ったこととかないから、多分みんなも初めて、まあ使い始めてちょっとしか経ってないけど、やっぱりちっちゃい子たちも教えないといけないしみたいな、結構その辺が不安だったのかなと。鳥を探しに行くのが楽しかったです。いつも鳥はなんか鳥いるなぐらいしか思ってなかったので、種類とか知れて楽しかったです。うんうん、今回のニショロボコンをきっかけに鳥を見ると、あれなんだろうっていうふうに思うように自分の中でなりました。ちょっと関心が湧きました。興味が湧いた。どうやって調べてたんですか。まあ、鳥は多分いろんなところにいると思うんだけど、どうやって調べたんですか。地域の人にこれ何って聞いたり、本で調べたり。聞いたりね。は地域の飲食店について調べたんですけど、飲食店を知ってるんですけど、飲食店の秘密を知れてよかったです。ゆめきこっていうパン屋さんが一番長かったです。何年ぐらい？何年ですか？10年くらいです。うん、パン屋さんは今までも行ったことはあったんですか？いっぱい行ってます。いっぱい行ってる？いっぱい。普段いっぱい行ってるけど、なかなかここできて何年ですかとかいう質問はしないですもんね。はい。いつも愛用しているお店のまたちょっと深い情報を知れるっていうのも面白いところでしたね。クイズにちょっと苦労しました。なぜかというと、低学年にも分かりやすいようなクイズを作らないといけなかったから、ちょっと考えたりしてクイズを作りました。クイズに写真を入れたりしたり、虫をカタカナとかにしたりしました。私の班のところは、教室過去地域ボランティアのことを調べたんですけど、教室をいろいろ回って調べなきゃいけなくて、もう低学年の人とかをなんかちょっとふざけちゃったりする人もおって、一緒に連れていくのが大変でした。地域ボランティアの、あの
来てくれた人にちょっと手伝ってもらったりとかしました。自分でも声かけたり。本当に皆さんいろいろ工夫されてるんだなっていうのをしみじみと聞いてます。何かこう大変だなって思ったある出来事に当たってもちょっと諦めてしまわずに何とかしてできるようにしようって思ってくれてるんだなっていうのが今日聞いててすごく分かりました。僕は植物のことに調べて入力していたんですけど、まあやっぱり低学年のコーラも、打ち忘れとかがあったみたいで、結構な量、前の分だけが打ててたり、クイズだけが打ててなかったりとかがあって、まあ、そういうので苦労しました。で、6年生が確認してこう、打ち直しとか修正をしたんですか？あ、はい。クイズ作るのが難しいってことが話あったと思うんですけど、やっぱり一人で考えたりするとまあ、クイズがちょっと難しすぎたりとか答えがちょっと間違ってたりとか、まあ、入力されてなかったりみたいな形でそういったことが起きるので、そういったのをこう6年生のみんながカバーしてくれてるのは非常によいい連携プレーができてるんじゃないかなというふうに思いました。一応その普段あんまり絵を描かない人でも描けるように四角とか丸とかを組み合わせてできるようなキャラクターにしてるんです。でそのかっちり描かなくても可愛い感じになるようにはしてるんですけど、どなたか見せてくれる方いないですか？かわいいあーってなってる。かわいい。ありがとう。いい、あ、ほっぺたが、ほっぺたができてます。ありがとう。あ、何か他にも。もう一人。他にも。多目的ホールだったのかな。ちょっと待ってください。頭が、花が開いてませんか？花が開いてませんか？あるじゃないですか。考えてくれたの？花が開いてる。え？これお花ですか？ハートじゃないですか。ハート。やっぱりお花とか色に紐づいて連想しやすいものってありますよね。お花とか動物とか。って言ったので、やっぱりトピック、例えば、タンポポだったら黄色にしたよね、スミレだったら紫にしたよね、とか、そういったことから、まあ、色つけられると、みんなが選べたくなるというか、わかりやすくなるんじゃないかな、っていうふうなご意見をいただいて、修正したんですね。あと、並び順とかも、テーマによっては、こう、最初に似た同じような文字が入っていて、どこかの公園の何々、どっかの公園の遊具、どっかの公園の花みたいな形でこう調べてくれるチームがあって、そういった時に名前の順になってた方がみんな分かりやすいよねっていうことが、実際にみんなに作業してくれているうちに分かってきて、それでアプリの方を改善できましたね。こう、まあ、みんな複数高学年の子と低学年の子が一緒に作業するので、一緒に編集しちゃうと難しいとか、データがなくなっちゃうとか、そういう話があったので、まあ、そういったところは実際に僕が行ったときに生徒のみんなから聞いたところですね。来年度も多分続けていくと思うんですけれども、もっとこういうところを改善というか、もっとこうすると自分たちが楽しくできるとか、 1,2 年生が興味を持ってできそうとか、もうちょっと楽にできるかもとか、なんかもしアイデアがあればせっかくの機会なので聞きたいなと思ってます。最初西尾郎くんのところ開いた時にそのままバッっていろんなやつが出てくるじゃないですか。あそこを、だから、うん、最初ゲームとかが好きな子が興味を持てるように、最初ゲームっぽくロード画面みたいなのを作ったら、その
もっとそのいろんな人に興味を持ってもらえるんじゃないかなと思います。今いきなりこうテーマ12個バーンって出てきちゃうけど、そこがこうなんか始まりの画面みたいなのがあるってこと、はい、あるといいってことだよね。確かに確かにそれはいいアイディアですね。プレゼンっていうワクワクさを出すためにそうした方がいいと思います。ありがとうございます。それはめっちゃいいと思います。めっちゃいいと思います。ぜひ、そんなことできるもんなんですか、松田先生。いや、それはもうつけましょう。あ、やったー皆さんロード画面ができます、彼のおかげで。はい、まあ、本当に皆さんがどこまで達成感を感じているかわからないんですけど、本当に本当にすごいことなんです。あの、日本で初めて日本一多分ニッチと呼ばれる狭くて深い情報を集めている地域の魅力を発信するサイトとしては多分他にないものなので、あの、本当に胸を張ってもらいたいなと思いますし、あの、中学校に行ってもこれ俺が作ったんだぜっていうのを、あの、ぜひぜひ自慢してもらいたいし、あの、公開されたら全世界の人たちが生駒のこの南二小校区のことに興味を持ってもらえれば、あの、皆さんのやっぱり地域貢献の力ってすごく大きなものになると思ってます。なので、あの、この1年間のプロジェクト、ぜひ成功したことを自信を持ってください。じゃあ松田先生お願いします。はい、はい、僕らが小学校の時とかってこういう地域の情報を集めることって、表現する方法が壁新聞にしたりとか、あの、基本的に1回作ったら終わりだったんですね。でも今回、あの、二所ロボくんとしてやって、来年でも、あの、6年生のみんなは卒業しちゃうんだけど、1年生から5年生の子たちはまた来年、あの、新しいことを調べて二所ロボくんに教えていってあげれると。なので、こう、どん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 二所ロボくんをみんなで育っていけるっていうのは、これまでにないめちゃ新しいことかと思うので、あの、その一番初めをみんなで、あの、みんな6年生が、あの、しっかりやってくれたことは非常に、あの、次の年とか、あの、将来に向かってどんどんつながっていくことだと思うので、それは素晴らしい、あの、活動だったんじゃないかなと思います。なので、尾崎さんも言いましたけど、ぜひ自信を持ってください。で、みんなに自慢してください。私も短く、はい、あの、ここにある情報ってやっぱネットで調べても今までだったら出てこなかったようなことを、その地域のことを皆さんがいろいろ調べてくれてまとめてくれた、ものすごく貴重な情報で、尾崎さんもおっしゃってたみたいに、こう、日本初めてのものだと思うんです。で、皆さん、こう、開発チームなので、こう、アニメとか見た時に最後にスタッフロール流れてきますけど、あのスタッフロールに自分の名前があると思ってて、開発チームですってすごく自信を持って、このまま作ったんだって思って、あの、このまま、あの、育って中学生かな、次行ってくれたらなと思います。スタッフロール作りますか。スタッフロール作りますましょう